皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。もう予想通りではありますが、全部チョコです。各社チョコ祭りが、ね、始まりましたね。もちろん、ね、チョコ以外にも注目したい商品はあるんですけども、今週は、ね、チョコ優先でいきたいと思います。これ以外にも、ね、一応買ってきてるものはあるので、紹介したい商品があればSNS なので個別に紹介したいと思いますので、まだそちらフォローしてない方はそちらもフォローしてチェックしてみてください。はい、というわけで全部チョコなんですが、まずはローソンですね。もうおなじみゴディバとのコラボ商品が来ました。今回なんかこういう、ね、ナッツがたくさん乗っかってて見た目にも豪華ですよ。そしてゴディバ以外もチョコです。おなじみ餅食感ロールもチョコが出ています。そしてこちらファミリーマート。ファミリーマートはもう、ね、エクアドルチョコ祭りです。チルドスイーツも、ね、出てるんですけど、今日まだそれ買えませんでした。こちらの焼き菓子を2種類いきたいと思います。で、セブンイレブンはこれ一昨日から一足お先にチョコ祭り始まってまして、1月28日日曜日発売分のこの2つを紹介したいと思います。前編は全部で8品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではまずローソンゴディバコラボいきましょう。ショコラパイサンド。はい、中から出すとこんな感じです。パイ生地の上にチョコレートコーティング、そしてトッピングにはアーモンドとフリーズドライのイチゴがかかってます。かわいいですね。はい、断面はこんな感じです。中にはチョコクリームが入っています。今ね、切った感じはね、ザクザクでしたよ。サクサク、パイやナッツの香ばしさが加わって味もね、食感もいいですね。おいしい。まあ、チョコ缶に関してはね、もうゴディバシリーズは外れはないんですけど、カカオ缶も甘さもね、すごくバランスがいいです。でも全体が濃厚な感じ。特に表面のチョココーティングの方が濃厚なのかな。内側のチョコクリームが少しミルキーです。でもね、内側のクリームもクリームっていうほど柔らかくなくって、冷凍庫から取り出してすぐのアイスぐらいの硬さ。結構ね、噛める感じのしっかりめのクリームですね。で、そこにパイのサクサク感が来るんですよ。なんかそこがね、軽い食感で、ずっしりクリームにパイ生地のこの軽いサクサク感の組み合わせがすごくいいです。で、このトッピングにね、ナッツとかフリーズドライチゴが乗っかってて、そこからの食感もいいですね。もうこの時期はね、チョコが美味しいのは当たり前じゃないですか。だから何かやっぱプラスアルファ欲しいんですけどね。これはチョコの味は言うまでもない。で、プラス今回ね、食感がすごくいいです。見た目にも可愛いし、いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、ではゴディバコラボもう一ついきましょう。ショコラロールチョコチップ&アーモンド。なんかいろいろボロボロ落ちてくる。はい、中から出すとこんな感じです。チョコ風味のね、ロールパン生地ですね。かなりね、持った感じはしっとりしてます。で、中見てくださいよ。これチョコチップとナッツがぎっちり入ってます。はい、断面こんな感じです。中にね、クリームが2種類入ってますね。中央に見えているちょっとね、白っぽいミルキーっぽいクリームと、その上にね、色の濃い濃厚そうなクリームが入ってます。こっちも食感がめちゃいい。おいしい。さっき触った時しっとりだって言ったと思うんですけど、食べたらね、しっとりさまるんだけど、もうそれよりもめっちゃふわふわなの。ギュッと押したらふわっと戻ってきそうな弾力さもあるふわふわ生地です。で、そのふわふわ食感の中にこのチョコとナッツのザクザク感がくるんですよ。そのね、組み合わせがめちゃいい。もちろんね、チョコ感がもうベースにしっかりあるんですよ。それも白っぽいクリームのミルキーなチョコ味と、プラス濃い色の濃厚なチョコ味、両方来るんですよね。で、この生地からもほんのりチョコ味が来ます。それがね、しっかりベースにあるんだけど、印象に残るのはもう生地の食感とこのトッピングのザクザク感、それがめちゃくちゃ心地いいです。パイ生地のサクサク感も捨てがたいしね、こっちの生地のふわふわザクザク感もね、美味しいしね。今回もう一つね、ショコラテリーヌサンドっていうの出てるので、それは後編でやろうと思ってるんですけど、そちらも楽しみですね。ぜひ食感フェチの方、試してみてください。はい、続きローソンです。もちぷよ生チョコ。は
い、中から出すとこんな感じです。生地はねしっとりもちもちですね。もう触ってめちゃくちゃ気持ちのいい感じ。これねココア風味の生地だそうです。はい、断面はこんな感じです。中にはねチョコホイップとチョコソースが入ってるんですが、どっちもねトロットロです。これ横に向けるとね溢れてきちゃう。中のクリームがね想定外にミルキー、ミルキーっていうか、なんかねバニラアイスと一緒に食べてるような、チョコホイップがバニラ感強いのかな。これベルギー産のチョコ使われてるって書いてあったんで、ものすごいなんかねハイカカオな味をイメージして食べたから今めっちゃびっくりした。すっごいミルキーな味で、ね、生地超もちもちです。これ私半分に切ったからこんな風に食べてるけど、普通にかぶりついた時にどうなっちゃうのかな。結構生地がもちもちでね、で噛み切った途端ちょっとドロッと出てきちゃうかもしれないから、適度にこう吸いながら食べるの推奨です。これまた食感が面白いですね。生地のもちもちさと中のトロトロさ、この辺の食感が好きな方いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。うん、はい、じゃあローソンもう一つ餅食感ロールいきましょう。お餅で巻いた餅食感ロールショコラ、はい、中から出すとこんな感じです。まあこれいつもの通り6つに切れてますね。そして生地はねこれ牛皮が今回重なってるバージョンです。チョコ風味の牛皮ともちもち食感のチョコスポンジをこう重ねて巻いてあります。で中にはチョコチップ入りのホイップクリームで、さらにチョコクリームも一緒に入ってます。これ私の気のせいかもしれないんですけど、これ生地がねいつも以上にしっかりしてるように感じます。だから多分これ一番外側の牛皮生地が硬めっていうかしっかりめなんだと思う。いつもあのケースから一切れだけ取り出すときに結構ね形がぐにゃっと崩れるんだけど、今回それ一切なかったですね。外側がすごいね丈夫。あ、食べてもねしっかりしてるっていうかすごいまとまってて歯切れがいいんですよ。あ、ただ逆にちょっとね餅食感は落ちてるような気がする。あのお餅っぽい柔らかさとかちょっとビョーっと伸びる感じとか、それが一切ないんですよね。内側のチョコスポンジがもちもち食感とは書いてあったけど、これ外側に牛皮があるからスポンジ自体はねそんなにもちもちには感じないです。しっとりしたスポンジ生地の周りに歯切れのいいしっかりめの生地が外側をこうカバーしてるみたいな、そんなイメージですね。手に持って持ちやすいのはいいんだけど、やっぱ食べてもちもち食感があまり感じられないっていうのはこの商品としてはどうなんだろうっていうふうにね今ね思いました。でチョコ感がしっかりありますね。たださっきのとゴディバとかに比べちゃうとねカカオ感落ちますけどね。これはどっちかというとココアスポンジ系の味、従来のもち食感ロールを知ってる人にとってはねちょっと私と同じように感じるかもしれない。食べやすいんだけどな、でもこれもち食感かなっていうね、気になる方は食べてみてください。はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。とろける生チョコ、まあこれまでおなじみの商品ですね。もう毎年美味しいのは分かってるんですけど、今年も食べてみましょう。はい、蓋開けるとこんな感じ。今ね蓋開けた途端すごい濃厚なカカオのね香りが飛んできましたよ。まあもうこちらねシンプルな角切りの生チョコですね。全部で11個入ってます。濃厚芳醇、おいしい。やっぱねもうねチョコをね楽しむにはやっぱこういうシンプルな商品がね一番ですねと毎年思わせてくれるのが、ね、この商品です。いろんなね見た目にも可愛いデザート感の強いスイーツがたくさん出てくるんだけど、やっぱりもうねこのガツンとくるねチョコ感カカオ感たまんないですよ。カカオも濃厚だし、もうほんとねふわっとくるような芳醇な香りがあります。もう今めちゃくちゃワイン飲みたい。これ絶対赤ワインに合いますよ。でも今コーヒーで我慢。コーヒーにも合いますね。全部が濃厚なんだけど、ただただ濃いだけじゃなくてすごいいいバランス、ハイカカオすぎず甘すぎずでコクだけで押してる感もなく、この口の中に入れてじゅわっと柔らかくなるその食感もねパーフェクトですね。もうシンプルすぎてあまり語ることがないんだけど、もうとにかく美味しいです。チョコ好きの方に食べてほしい。ぜひ試してみてください。はい、セブンイレブンもう一つ行きましょう。濃厚ショコラケーキ、棒状チョコ。え、棒状チョコどこに入ってるの。はい、蓋開けるとこんな感じです。表面にはチョコクリームが絞ってあって、あとアーモンドのトッピングとこのチョコソースがねパリパリに固まってるらしいですよ。でその下にチョコムースでココアスポンジで、さらにねどこかに棒状のチョコが入ってるそうです。あ、一番下にまた色の違う何かが入ってますね。あ、こっちがチョコクリームか。
棒状チョコばっかり気にしてた。もうほんとチョコ尽くしのね、チョコパフェですね。すごい濃厚さもあるし、ミルキーさもあるし、いろんな食感があって、美味しい。なんかさっきの生チョコの後だから、めちゃくちゃミルキーに感じる。棒状のチョコってどれだろう。いたいたいた。あ、なんかね、小枝みたいなのが入ってる。小枝のちっこいバージョンみたいなのが。あ、いいですね、これ。全体結構柔らかいんで、そこがすごい食感のアクセントになってる。上のね、パリパリチョコも若干パリパリくるんだけど、そんなに量が多いわけじゃないから、その棒状チョコがゴリゴリくるのが、すごいいい感じ。味はすごく美味しいし、デザート感もあっていいと思います。ぜひ試してみてください。あー、ちょっとドキドキしてきた。チョコが回ってきましたね。まあ、あと2つなんで頑張りましょう。はい、じゃあファミリーマートですね。ファミリーマートでは今週、香る芳醇ショコラフェアと題して、エクアドルチョコを使ったね、いろんなスイーツが出てきています。まずはこちら、ガトーショコラメレンゲ仕立て。焼き菓子コーナーのガトーショコラ、前からあるやつですね。今回でさらに美味しくなりました。リニューアルだそうです。あ、でね、今から紹介するこの2つ、どっちもね、エクアドルチョコ 100% 使用だそうですよ。贅沢ですね。はい、中から出すとこんな感じです。結構ね、持った感じはしっかりしてます。はい、で断面はこんな感じです。今ね、包丁を通した感触はずっしりでした。うん、あ、いやね、香りはもちろんなんですけど、これ常温コーナーの焼き菓子なんですよ。常温の焼き菓子系の商品って結構なんかカラッカラの食感的にはちょっと乾いた感じの軽い商品が多いと思うんですけど、もう中にこれチルドスイーツみたいな、めちゃくちゃしっとりしてます。しっとりしてギュッと詰まってて、めっちゃずっしり、エクアドル産独特のすごい華やかな芳醇な香りがします。でこれも他の余計なものがね、あんまり入ってないカカオをシンプルに味わうにはいいですね。ぜひ試してみてください。うん、で最後こちらもファミリーマートです。チョコたっぷりチョコレートクッキー。コンビニのこういう1枚売りのクッキー美味しくないですか？私あのセブンのね、チョコクッキーすごい好きなんですよ。ちょっとあのソフトめのゴロゴロチョコが入ってて、あれすごい好きなんですよね。今度ああいうね、そういうコンビニの焼き菓子コーナー特集とかやってもいいかもしれないですね。はい、中から出すとこんな感じです。持った感じね、ちょっとしっとりしてますよ。はい、断面はこんな感じです。手で割ろうか包丁で切ろうか迷ったんですけど、包丁で切ってみました。で、こんな綺麗にね、切れるぐらい、やっぱりちょっとややしっとりな生地ですね。あ、なんか全然想像したのと違った。しっとりはしっとりなんだけど、あのさっき食べたガトーショコラみたいな食感、ガトーショコラもうちょっとほろっとさせた感じかな。味はほとんど一緒ですね。形が丸くなってちょっとほろほろさがプラスされて食感が変わったっていう、それだけって感じ。同じくエクアドル産チョコのです。華やかな風味がします。いや、これいいんだけど、そのガトーショコラとちょっと被りますね。ね、ガトーショコラがなかったらこれはこれでいいんだけど、2つ食べちゃうとちょっとね、被るなーっていう、そういう風に感じました。だったらこっちの方が変化つきやすいと思うから、何か固形チョコとかが入って少し食感感じられた方が良かったなとちょっと感じてしまいました。食べた感触はね、さっきのガトーショコラと同じですね。香りも同じ。もよりカカオ感を感じるのはやっぱガトーショコラの方かな。このシリーズでクッキー珍しいと思うんで、気になる方はぜひ試してみてください。うん、はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、どうしよう。いや、あの基本全部美味しかったです。で、ちょっとね、それぞれやっぱ性格が違うので、予算が許せばぜひ全部食べてみていただきたいっていうのが本音なんだけど、そうですね、その中でも私がおすすめするとしたら、やっぱりあのセブンの生チョコは外せないかな。もうね、まあ、ただあれはね、もう本当に生チョコもうそのままなんでね、比べようがないっていう感じもあるんですけどね、やっぱもうチョコを美味しく味わう一番も最高の形じゃないかなっていうふうに思いました。一番あれがストレートにカカオを感じられておすすめです。で、あとはやっぱもうゴディバですかね。チョコの風味が美味しいのはもちろんなんですけど、今回はね、食感が良かった。あの最初のパイサンドの方のパイのサクサク感も良かったし、ショコラロールの方の生地のふわふわ感も良かったし、で、それぞれにね、ナッツがザクザク乗っかってて、その食感の組み合わせも良かったです。見た目にも華やかなので、ぜひ試してみてください。はい、というわけでまずは前編ですね。今朝買えた分だけお届けしましたが、まだまだ各社チョコ製品残ってますので、後半にそれをできるだけ紹介したいと思います。
まあ、あんまり数が集まらなかったらチョコ以外も一緒に紹介したいなと思ってますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。